これで平気か。釜はどれにしよう。よし、やってみよう。いいこと起こりそうな予感。あ、面白い反応だね。この素材はここに決まり。あ、面白い反応だね。試しにここにしてみようっと。よし、いい調子。うまくいってるよ。起こりそうな予感。
予感。よし、いい調子。うまくいってるよ。これで平気かな。これで平気かな。よし、いい調子。うまくいってるよ。あ、面白い反応だね。この素材はここに。よし、いい調子。よし、いい調子。うまくいってるよ。これで平気かな。釜はどれにしよう。これで平気かな。これで平気かな。これで平気かな。釜はどれにしよう。これで平気か。釜はどれにしよう。よーし、やってみよう。よし、いい調子。すごそう。あ、面白い反応だね。よし、いい調子。うまくいってるよ。これで平気かな。これはここがいい気がする。よし、いい調子。おお、何かすごそう。言ってるよ。よし、いい調子。うまくいってるよ。うまくいってるよ。
これで平気かな。うん、パパッできた。どの特性を引き継ごうか。これで大丈夫。よし、完成だね。あれ、レオンさん。ねえソフィー、一緒に散歩に行かない？あ、はい。あなた、夢ってある？はい、おばあちゃんみたいな錬金術師になってたくさんの人を助けたいって思ってます。あなたらしい素敵な夢ね。実は私にも夢があったのよ。レオンさんの夢聞かせてもらってもいいですか？ええ、私の夢はね、国で一番の仕立て師になることだったの。へえ、それじゃあレオンさんって夢を叶えたんですね。すごいです。そのはずだったんだけどね。どういうことですか？必死に努力してやっと品評会で優勝して国で一番の仕立て師になれた。でもね、そこには何もなかったの。夢を叶えてもちっとも満たされなかった。それでね、思っちゃったのよ。私の夢って何だったんだろうって。今まで何のために頑張ってきたんだろうって。考えてたら全部に嫌気がさしてきてね。アメリアっていう名前と立場を捨てて旅に出たの。そうだったんですね。ソフィー、あなたの夢を否定するつもりはないわ。でもね、思ってしまうの。夢って一体何なのかしらね。風が冷たくなってきたわ。そろそろ帰りましょうか。はい。今日は付き合ってくれてありがとう、ソフィー。レオンさん、なんだか元気なかったな。夢か。私これで。ありがとうございます。